プレゼント企画やってます。どうもドーゼルです。そしてボンジュール、ボンジュールだ。どうもです。どうもです。ということでドッキリのお時間がやってます。今日ちょっとね、今までにないドッキリなんですけど、はいはい、ライキ・ジョーンズ対戦がね、うん、来るんですよ。あ、もう遊びに、はい、はい、ライキ・ジョーンズ対戦が来た時にスパルタ指導がね、結構一緒に やることあ、その恒例のシリーズ、はい、そうそうそう、教えてもらうっていうシリーズがあるんですけど、はい、今日のドッキリはスパルタ指導してる相手、実はプレイしてないドッキリどういうこれ悪いドッキリでしょ。だからライキ・パイセン来るでしょ、で、僕に教えてるつもりなんですけど、僕はプレイしてないんですよ。僕がプレイちょっと良くないですよ。良くない。良くない。ちゃんと教えてくれるライキ・パイセンに良くないけど、まあでもね、まあでも、たまには仕掛けたい。逆に言えば、僕が教わるっていう、はい、感じになりますか。隣の部屋で聞いて、そうそうそう、聞いて教わりながらプレイすればいいっていうことですよね。はい、一石二鳥です。2人分。確かに。ってか僕ですよ。いや、僕もじゃあ聞いて覚えて。聞いて覚えて。2人で、確かに2人で強くなれるっていう。強くなれる。しかも、ドッキリと。いうところで、ライキ・パイセンね、ドッキリ仕掛けたことあんまないんで、どんな反応するかがね、ちょっと楽しみでございます。まさかね、まさか自分がかけられるとは思ってないでしょ。しかも、全然いつもある企画なんで、その、BO3 とかだったら疑うじゃん。急にどうしますやりましょうよ、じゃないですかね。なんか BO3 だと、ドッキリ疑いますけど、いつもやってる企画なんで、まず疑わない。急にまずできた。そうそう。ということで、やっていただきます。OK でーす。録画開始しました。どうも、ドーゼルです。そして、いやちゃうよ、大丈夫です。ということで、ドーゼル駅コラボのお時間がやってまいりました。ありがとうございます。ありがとうございます。クラノは遊びと思ってんのかと。多分真剣勝負でしょ。真剣なんで。今日はちょっと真面目な企画やっていきたいと思います。題して、ライキ・ジョーンズスパルタ塾。ありがとうございます。ライキ・パイセンに真面目にペッカ工場のこのもうライキ・パイセンって言ったらペッカ、ペッカと言ったらライキ・パイセンなんで、そうですね、はい、このデッキを教わるという企画をやっていきたいと思います。まあ真面目に僕はプレイするんで、もうダメなとこどんどん言っていただいて、はい、それはもちろん自分で考えてやるんで、ダメなとこはダメって言って、あ、 OK です OK です、お願いいたします。それではちょっと待ってね、グラチャレでいいですよね。 OK です。グラチャレでいきます。はい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 、それでは、はい、お願いいたします。お願いします。お願いします。うん、おや、マッチング戦、マッチング戦力ですね。戦力、まあ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 、まあ、グラチャレ、え、何勝ぐらいですか今。1勝です。あ、来た来た、なるほどね。お、来た。グラチャレ最近ね、ちょっと、お、日本の方だ。カイトン、まあ今んとこ、おお、相手も同じデッキかも。まあまあまあ、ここは、これ先生どうですか。まあ全然、今のところまだ今のところ、OK OK OK、ミスったらもうミスって、ああ、相手違うわ、相手これ人気デッキ、人気デッキっぽいですね。人気デッキっぽいですか。プリンス人気か、うわー、うーん、これあれじゃないですか、あの三重子ですね、多分。あ、三重子、はい、そこそこそこ、おそらくあのラポカティ人気ではない。ラポカティ人気には確かアイゴレが入ってないんですよ、ね、ああ、さすが先生。イエス。でも勝つん、 OK、 いい、勝つんだ。だって笑わせるの禁止ですよ。はいはいはい、オッケーオッケー。これもう早めにダクプリを出して走らしておかなきゃいけないですね。あ、左？あ、じゃあ早めに早めに。あ、早めに早めに。はい、あ、ちょっと。もう何してんすか。ごめんなさい、ごめんなさい。やりきるんすか。ええー、ありますあります、ありますあります、あります、待って。いや、でもこれでは、微妙。ちょっとね。ここでもう形を作って、ガーが受けれない。いや、いいんです、いいんです、いいんですか。本当にいいのか。ちょっと待って、ちょっと待って、はいはいはい、思ったのと違う。ペッカ工場なんかね、両サイドいい感じで攻めようとしたらなんかできない、はい、できないです。はい、やばい、やばい、ごめんなさい、ごめんなさい、先生。ガー、これは無視してよかったです、ね、あ、これ無視しない、今はちょっと負けてるんで、はい、そのエリアドがまあちょい負けかトントンぐらいかで、なるほど、だからここは無視してエリアド取りに取りに行くのが良かった。いいよ。OK。これは。うーん。まあでも、この建物があるときに、工場出してもやっぱダメですよ。確かに。先生、ごめんなさい。その、本当その通り。何も言えん。もう。何かしら言うのか、はい、ダップリで建物を切らして、はい、なるほど、なるほど。ぶっ刺す。確かに。
このごぼりがあるときはもう最悪ですね。ですね。これ虫。はい。ここら辺でそろそろ。ああ迷いすぎー。迷いすぎー。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。ちょっと待って。これ左は。はい。受けて。いやーやばい。ちょっと待ってこれ。やばい。左ユニット一体ですね。ユニット一体でカウンターするっていうのが基本の。こんな。プライオリ逆サイドで取るんで。ああなるほど。だからそれも読んで。工場右に。つけ。遅い。ごめんなさい。遅すぎる。ちょっと待って。相手が三重士が。ちょっと待ってこれもう無理。たまる。やっちゃう四重士完成する。やっちゃう40士完成しますよこれ。終わったんご TV。いやーこれはやっぱ毎回なんかこんな残念な形になるな。残念な形。なんか残念な形。はい、やっぱね使い慣れてないのもあるし。あでもこれ。ワンチャンある。はい。違法じゃない。朗報。攻撃条がないです。ですよね。18だともう線削るのと一緒ですよね。はい、相手からすると。5000と同じ。5000と一緒。はい、もう堂々といきます。喋りすぎた、なんなら。め込んでいきます。お願いします。お願いします。建物があるときには基本的には出さない。ゴブ折りとか。方向で。工場をもう大切に使う。大切ですね。うまく両サイド攻めを作りたいですね。うん。あ、また言うの。言うの流行ってんな。迷いすぎだな。迷いましたね。1.4 マグでしょ。いや、1.4 もマジ。相手これでも同じデッキじゃないですか。ゴーストこれは相性いいですね。相手がゴースト型だったら、はい、相性いいっす。言うのが言うのはもうちょっと走らせないとダメですよ。確かに。ああこれ最悪しかも。うわ最悪な。いや最悪だわこれ。なんかいやもう行くしかない。いやでもまあガクがいるんでまだまだいいです。まだいいです。すいません。タッピだな。ここはダックプリを走らせた方がいいですね、はい、あダックプリを走らせて突進で、はい、こんな感じでそうこれは一体でしょ OK はいはいでここら辺で、はい、まあまあこれはちも受ければいいんで、ね、はい OK です OKOKOK でミラーバトルの基本は、はい相手がペッカが持ってない時に始まりペッカするまたはペッカを持って相手が持ってない時に始まりかケツペッカをするとか、はいはい、か相手がエレキを持ってない時に工場ガゴをするとかそういう感じなんですね。あなるほど。エレウィツとペッカが基本なんですね。そうですね。やっぱ工場ガゴは強いんで。なるほど。ここはエレウィツこれは受けたい受けたいよ。いい。オッケーあざっすよ。こっからここから相手もペッカありますけどこれ攻撃の呪文まで打ってるのでエリクサーがないのでなるほどここで攻撃をしたい。これは行きたい。ああ違う。ガフがいるときには、はい、もうこうやって空マウント取られてカウンターされちゃうんで一旦流さないといけないです。なるほど。むずいそこがか、はい、逆サイ行くか逆サイ確かに今だってガゴがもう永遠に行きましたもんね。そうですね。いやきついいろいろいやペッカで待って左右はペッカで行きたいですけどいやギリまあまあ、いやきつい左も右もやばいババに当たってない嘘やべこれやばいこれやばい動画的にもいろいろやばいさすがやばい先生が叫んでどれだけ作ってくれてるいやーワンチャンワンチャンワンチャンってあるあ作りたいあこんいやもう言い訳はしないラス1いきましょう。もう次勝ったら、はい
僕もこれだけ動画にします。汚い汚い、いきます、お願いします、お願いします。なんで勝てないんだろう。やっぱその守りすぎてカウンターしきれてないとか、はい、逆に攻めれるタイミングでそれを把握できてないみたいなのが多いです、ね、あ確かにそのさっきの向上の出し方しかり、はいね、ダックプリの出し方しかり、あの時その実はドサも4襟で相手も4襟だったんで、はい、ペッカ守ったらエリクサーがないんですよね、はい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 、逆サイに向上とかを出してればしてもうそう基本的に結構その重い形プラスポイズンまでってきたら相手がエリクサーないんで、はい、いっちゃうよと、いっちゃうよって感じですね。ファイボー、いやクロスはもうクロスはどうですか。勝負相性悪いです。いや3連敗で終わるんですから。先生クロスに勝つ方法教えてください。クロスかマジでむずいんですよね。あそうなんですね。もうなんか相手の攻めクロスをうまく潰すしかないんですけど、はい、相手の攻めクロスをこれをこれ美味しい、これ美味しい、これを潰すしかねえ、潰すしかないいうのまでつけたい。サンガゴつけちゃった。サンガゴは先行したんですよね、それは。あーなるほど。あーここはちょっとやばい。やばい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 。ずっと打たれる。終わる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 。うれい、オッケー。あーそのポイズン。このポイズン甘い。ダメです。ごめんなさい。これはもう、とりあえず様子を見る。どうせ通らないから。どうせ通らないですね。正解。でも相手やることはアーチャーまで切ったんで後ろから、はい、でアイゴレがないときにユーノの受けがないんですよね、はい、スケとアイスピしかないんで、だからビッグ受けがないときに行けと、橋前ユーノとかをポンって投げると相手はうざいですね。なるほど、そこあま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 あ、ケツペッカないっすよね。ペッカないっすね。はい、ケツダックプリとかさ、あまりすぎもったいない。ちょっと反応が老化してる、反応がエリクサがもったいない。ごめんなさい、ごめんなさい。いや、きつい。でも、どっちにしろ。これはもうちょっとうまく絡み取られる。ですね。まあまあまあ。この辺これちょっとおいしい。これもちょっとおいしい。はいはいはい。これで。この辺ザップぐらいで済ませたいですね。そうですね。いや、これは受けて受けて、ユーノ頑張れ、ユーノ頑張れ、ザップ頑張れて、始まえ、はい、いや、ザップがないないない、なるほど、よいしょ。でもこれは美味しい、美味しい。はい、これ挟んでくるぞ、ワンチャン、ワンチャン、いいよ、ワンチャンある、ワンチャン、いいよ。なあ、まあ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 、なあ、いやこれ通らん、全然全然、ハードルめっちゃ取ってますよ。頑張ります。エリア余らないように気をつけて、はい、次何ですか、考えて、はい、もう次の次まで、次の次まで考えて。あー待った、あくれてるー、ごめんなさい、あぐれない、絶対あぐれない。でもこれ、はい、相手がゆっと切ったんでエレキが結構うざいですね。そう、逆サイ振りたい、後ろ、言うの言うの、いけ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 、言うの言うの、いい、オッケー、結構いいよ、からのからの、よし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 、いやー通んないけど、まあまあまあ、でも相手結構リクエンにあずってる、無限にあずってる、いいよ、よし、ここも行きたい、9で出した方がいいですね。9で出します、もう9で出した、余りすぎる。オッケー、いい、オッケー、ファイブが逆サイ、ポイズン打ちたい、ポイズン打ちて、いいいいいい、オッケーオッケーオッケー、いいよ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 、オッケーオッケー、アイゴロも切って、アイゴロも切って、言うのはない、言うのあります、言うのあります、なんてダサいよ。いやいや、ここでここで、ここ、あー遅い遅い、もう一回後ろから、もう一回後ろから、はい、もう一回後ろからいきます。まあでもあともうポイズンで削ってもおかしくない、いや溢れないように、はい、あーちょっと溢れる、いいよ、オッケー、ポイズン削りしたいよ、削りたい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 、あこんなこんなポイズン見たくなかった、何やこのポイズン、溢れてるー、ごめんなさい、あーやばいやばい、ここ崩れんよ崩れんよ、やばいやばいやばい、終わる終わる終わる、何のペッカ何のペッカ、オーケーザップ、いやこれ結構、あっピリピリ、オーケーオッケーオッケー、ありがとうございます。エリクサ何フレだと思いますか、え予想で今の、はい、7 近い近いけど、マジ7は事故っすか、1体分溢れてる、確かペッカ1体分、ペッカ1体分相手にあげてる、もうドブに捨ててるんですよ、もう何も出してないわけですよ、何も出してないですもう。
まあ、結構そうですね、はい、あとは相手が結構その、はい、あの攻めポイズン打って、はい、あのがっつり攻撃入った時あったじゃないですか。攻めポイズン打ってそうですね、あ言うの年とかですよね。そうですね、はい、あそこ攻撃入ってるってことはもう相手エリクサーないんで、はい、言うのとかじゃんじゃんもうあそこでゴリゴリいけた、はい、ということで本日の企画、はい、隣でスパルタ指導してる相手実はプレイしてないドッキリー気づかなかったマジで気づかなかったまったくっすか、まったく僕あんなに溢れさせないんでマジボンさんボンさんもう老化してますよ反応がじゃあこれ聞いて指示待ちになるわ余計余計大して変わんないってことですよ我々は。それは残念ながら大して変わんないですよ。そういうことか、言えないっすもんね疑いすらなかったっす何して少しは疑ってあげ てということで、本日はこちら来場の焙煎へのこれ初めてじゃないですかドッキリ。確かにかけるの初めてですよ。確かに、はい、かけるの初めて、かけだから来場の焙煎がかけられるの初めて、はい、あらあらあら多分ゾウさんにかけるの初めて、はい、初めてですよね、はい、ということで、まあ、普段はね、ライフパイセンと一緒にボンさんにドッキリをかけておりますが、今日はあの引っかかる側ですね。どう今日ね、出ていただいて、一生懸命指導していただいたライフジョンのパイセンのチャンネルリンク下の概要欄に貼っております。はい、僕、ちゃんとね、学んだんで、反面教師で学んだので、はい、皆さんもぜひですね、あ、今日ためになったなという方は、下の、概要欄からライフジョンのチャンネルにぴょんと飛んで、全部動画を2回ずつ見て、いただければなと。いや、なんか2回ずつが来期ルールなんですね。2回ずつ見るっていうのが。2回ずつ見てほしいです。はい。わかりました。朝と夜で、はい。ぜひ2回ずつ見てください。よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。この動画が面白かったら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしく頼むぞ。